NTT ドコモ東海支社はきょう、地震などで被災し、携帯電話がつながらないエリアを救済するため、ドローンを活用した中継局を今年度中に導入すると発表しました。上空に飛ばしたドローンが、近隣の基地局から受信した電波を増幅させて、地上の半径およそ500メートルの範囲で、携帯電話が使えるようになるということです。